ガチ口論されていたときに、途中からプーさんが入られ、プーさんが着物さんに言っていたのを見て、この人すごいハートと思い、LINE してしまいました。すみません。プーさんが着物さんに話していた言葉を聞いて、えー、なんか雫の絵文字なんですけど、これなんすかねえー、塩ですかねえー、それともウレションですかねえー、なんすか何が出るんですかこれ。 何かが出る、えー、ほど感動しました。素敵でしたと。お前追加するときに俺のな、LINE の名前見てねえんかお前なあ。おい。バ,バア見てねえんかプーの相談専用赤って書いてあるよな。お前。これ相談かこれコメントでもよくねで、動画も出しとるし、動画のコメントでもよくねこれ。う バカなの、こいつ。相談専用ラインって書いてあるしね。うん。俺のラインさ、あの、ババアの、お気持ち作文コンクール大会やってねえんだ。俺。バカかよ、こいつ。うん<あ>。なんだこれ。ババアのお気持ち作文コンクール、落選作品です、これ。うん。バカなのか、こいつ。 何の、何のお前、LINE だ、これ。なあそう作文コンクール、うちやってないんでね。申し訳ないですけど。はい。よそでやっていただいて。はい。僕だっていつも言ってますけど、相談専用赤って書いてあるんで。ええ。うん。そういうことなんで。そう、だ、せめて DM よ。マジで。せめて DM ね。うん。 本当に。ババアのお気持ち作文コンクールやってないんでね。うち。はい。すいませんね。ババアのお気持ち作文コンクール。えー、あのー、その大会やってませんので。えー、こちら落選、落選作品のご紹介でございました。